Peggy 16. みなさんこんにちは、カプコンの辻元です。今回は無料大型タイトルアップデート第4弾、こちらの情報を皆様にお伝えしたいと思っております。ロードマップを発表した当初ですが、こちらの第4弾、5月配信とお伝えしておりましたが、お待たせしてすいません。ようやく配信することができます。それでは早速アップデートの内容を皆様にお伝えしていきたいと思います。今回もこの2人を呼んでます。まずははい、エグゼクティブディレクター、アートディレクターをしている藤岡かなめです。よろしくお願いします。はい、そしてはい、ディレクターの市原です。よろしくお願いします。はい、というわけで、今回もこの3人でご説明したいと思います。それではまずは、もうご覧になっている方も多いかと思いますが、こちらの映像をご覧ください。今回はですね、無料大型タイトルアップデート第4弾の情報を中心にお伝えしますが、それ以降のロードマップも少し皆様にお伝えしたいと思っておりますので、ご期待ください。では早速ですが、今回追加されます2頭のモンスターをご紹介したいと思います。まず最初にご紹介したい、モンスターの方ですが、広告竜アルバトリオンになります。このアルバトリオンというのはモンスターのトライで初登場した、もう最後の最後に出てくるモンスターでして、結構思い入れの強い方々多かったんじゃないかなと思います。今回も各作と同じように、アルバトリオン自身が属性の変化を行う、すごい特殊なモンスターです。炎活性状態とか氷活性状態とかっていう状態が切り替わるんですけど、属性が変わることでアルバトリオン自身の使う攻撃と形とかも変化してきますし、弱点属性も変わってくるので、そこをこ うまくこう一緒に行く仲間で分担していくのか、どちらにもそこそこ効くような属性で揃えていくのかみたいなところも、こう攻略の楽しみになってくるかなと思います。攻略するときに注意しないといけない行動がありまして、アルバトリオンが属性を切り替えていくと、すごく強力な衝撃波を放ちます。食らったらあかんやつ、はい、食らったらあかんやつですよ。なんでそれを封じ込めていくっていう戦い方になるんですけど、それに必要なのが属性武器、属性ダメージをアルバトリオンに与えていくことで、その大技のダメージを弱体化していきます。衝撃を出す時も、もうお互い助け合いながらでもうなんとかしのげるとは思うんですけど、やっぱり攻略の一部としてね、そういう属性で攻略するっていうのをかなり強く持ったモンスターになっていると思います。はい、ご期待ください。はい、このアルバトリオンの装備の方も今回追加されますので、そちらのご紹介したいと思います。アルバトリオンって全身激鱗なんですよ。全部こう鱗が逆向きに生えてるっていう、なので逆向きにこう鱗が生えてるっていう特徴ですね、デザインの方もしっかり取り入れてまして、すごくこう攻撃的なシルエットをしつつ、古竜なんでちょっとこうエレガントさもあったりとか、っていうのがデザイン的にはすごい特徴で、もちろん武器の方もそういう攻撃的なというか威圧的な雰囲気も入れながら、要所要所発光してたりとか、皆さんこうね気に入っていただけるデザイン、仕上がってると思います。スキルとか能力、そちらもどうなってますか？今回また新たにシリーズスキルの方を、新規で用意しております。防具側についている属性耐性値っていうのをこう武器の属性値に変換するような、ちょっと特殊なシリーズスキル、装備の属性耐性値を上げていくと武器の属性の方に変換されて武器の属性も強くなるみたいな、
ちょっとビルド変わりそうですね。アルバトリオンは完全に属性がキーになってますね。まあ、そうですね、はいはい、あの皆さん配信されましたらぜひ楽しんでください。はい、はい、それではもう一頭のモンスターをご紹介したいと思いますが、こちらのモンスターの方ですが特殊個体のモンスターになっております。標人白ベリオロス、はい、そうですね、ベリオロスの特殊個体となります。うん、見た目の雰囲気としてはですね、寒冷地の本当に厳しい環境の中で長くこう生き抜いた、ちょっとそういうイメージで、牙とかもあの本来のベリオスはオレンジ色の牙になってるんですけど、氷の結晶がこう張り付いたような、ちょっとこう切れ味の鋭くなったような牙の色をしてたりとか、まあ、ちょっとこうキラッとしてるようなモンスターになります。はい、いやだいぶ結構強いんですかね。そうですね、ブレスが強化されてまして、極低温のブレスをこうブシュッと吐くと地面を、ね、こう凍結状態というのにしてしまうんですよ。でまあ、その凍結状態のところに行くとこう足場が、ね、こう足を捉えたりとかして、ベリオ側がこう足場を結構塞いでくるので、その立ち位置に注意しながら立ち回ってもらうようなモンスターになっております。まあ、攻略の仕方は通常種と結構共通して使える部分があるので、部位破壊を狙ってベリオ側の動きを抑えていくっていうような攻略方法が有効かなと思います。あと装備ですね。はい、まあ、元々 のベリオロスの装備って軽装なイメージっていうのが結構あったんですけど、まあ、こちらの方はですね、顔はちょっとベリオロスの特徴のホワイトタイガーみたいな感じも入れつつ、氷の騎士みたいな感じのイメージをデザインに取り入れてるので、通常の個体のものよりはちょっとこう重装というか感じのイメージに仕上がっております。はいはい、今回標準白ベリオロスの、装備の方、なんと1箇所でシリーズスキルがつきます。抜刀術力、抜刀攻撃で、めまいを狙っていける。さらに3部位そ、揃えると KO 術の極意が発動するので、今までこうスタン、めまいを狙っていけなかった武器種とかでも狙っていくような新たなこう遊びができるかなと思います。標準ハックベリオロス、こちらですね、イベントクエストで、登場していきます。しかもなんといきなり歴戦という形になってますので、なかなか歯ごたえになる、はい、皆さんぜひ挑んでみてください。はい、はい、それでは次にですね、システム関連こちらのアップデートの内容をご説明したいと思います。今回導きの地でモンスターを呼び出すのに使う、特殊痕跡、あれをマカツボで錬金できるようにしております。まあ、一度そのモンスターと出会ったことがあるという条件と、あとは、導きの地の素材とかっていうのが必要にはなってきますので、なかなかね出会いたいモンスターに出会えないタイミングとかもあったりとかしたと思うんですけど、まあ、その辺はもうちょっと出会いやすくできるかなと思います。あとまあ前回追加されている退散玉とかと組み合わせると結構導きの地で狙ったモンスターを出しやすくなるのかなと、はい、思います。で、まあ、あといつも通りではあるんですけど、サークルカードとか、ギルドカードも追加されてますので、はい、コーディネート楽しんでもらえたらと思ってます。はい、はい、DLC、こちらの方の追加もございますので、皆様にご紹介したいと思います。まず今回のですね、チャームの方が、追加されるものがありまして、蝶々みたいなやつとか、あと雷光虫みたいなやつとか、チャームはだいぶ弾け出しましたね。前回やってたこうね、ついてくるシリーズがパウルマンね、あれが結構人気でした。あれいいですね。うん、はい、まあ、そういうのはいろいろあってもいいんじゃないかという、うんうん、はい、そしてですね、家具ですね、はい、こちらの方も追加になるんですけど、はい、なんか焼き魚みたいなやつはね、ブラントドスです。今回結構家具が獣人族に絡んだ家具をたくさんご用意してますんで、過去作のアイルの集落から持ってきたようなものもあるので、はい、ちょっと懐かしいなとかね、思ってもらえればいい、はいはい、いいですね。モンスターのフィギュアも追加されたりですね、BGM とかも追加されたりとかしますので、もしよかったらご購入いただけたらと思います。次はですね、季節ごとに行われてます、アステラ祭り、セリアナ祭り、そちらのご紹介となります。今回の祭りもちろんですね、周回エリア変わりますので、もうその背景になってますと。おう、これですね、派手ですね、今回は。そうですね、ねえ、テーマは、はい、今回カーニバルというか、まあ、夏なんでちょっとこう開放的なお祭りのイメージを
取り入れましてデザインしてもらってます。はい、で祭りといえば料理も結構ね変わるけど、今回は祭りの装備の方がまあそういう野生味あふれるというかものなので、肉ですか。肉がハンバーグとか ね、 ねステーキとかねがっつりやってます今回はね。はい、で、おなじみの、この祭りで出てくる装備、はい、とかなんですけど、うんうん、はい、まず受付嬢の、そうですね、サンバの衣装をちょっとイメージしておりまして、まあ、かなり開放的なデザインでこう羽飾りとかついてすごい派手な衣装になってますんで、こういう衣装もあんまりなかったと思うんで、はい、着せてあげたらなと思います。はいはい、お供がいいんですよね。お供いいですね。お供いいですよ。ピケピケちゃん、はいはい、とても可愛らしいんで、はい、あのプーギーもなかなかおすすめです。プーギーは今回いいですね。あれおすすめ、なぜああなったのかはあれなんですけども、卵側っていうねプーギーがあと、まあ、雪だるまとかも今回の仕様に変わったりとかしますので、そうですね、はいはい、もうその辺は毎回あのデザイナーのちょっとした、はいはい、お遊び心がありますんで、はい、今回も楽しんでもらえたらと、はいはい、思います。はい、はいはい、次はですね、この期間中に、イベントクエストで、作れる、防具をちょっと紹介したいと思います。ケルビフェイクだったりとか、ね、ちょっと怖いかもしれないでも妙に神々しいんですよね、あのケルビが、まあ、アプトモスとかね、はいはい、なかなか今回も気も可愛い感じで、うん、はい、お使いいただけると思いますね、はい、武器の方もジョッキー型の双剣だったりとかもご用意してまして、であと着るとインナーになるっていう重ね着をご用意してます。完全にインナーの見た目になる。そうですね、インナーの見た目になれる。うさ耳とかも絶対ね、あれ人気出るでしょうね。はい、絶対人気出ると思います。はい、まあいろいろありますので皆さん、はい、ぜひ入手してみてください。はい、はい、最後にですね、今日お伝えした情報も含めた、最新のロードマップ、こちらの方をご覧ください。次回のですね、タイトルアップデート第5弾ではですね、モンスターの追加もありますのでぜひご期待ください。さらにですね、今後のアップデートで、マスターランクの、防具の、あの重ね着を追加していく予定になってますので、そちらもご期待ください。今回のデベロッパーズダイアリーは以上となります。それでは最後、いつもの、挨拶でお別れしたいと思います。いきます。はい。はい、人狩り行こうぜ。